はい、どうもこんにちは、フーガです。今回もメタルギアソリッド5グラウンドゼロス、やっていきたいと思います。今回も、舞台賞、あの XOF 舞台賞を全部集めることで出現するエクストラオプスデジャブミッションをやっていきたいと思います。まあ、前回こちらジャベブミッションでしたけど、今回はデジャブミッションやっていきたいと思います。はい、今回操作するのはいつも通りスネークさんです。まあ、一度クリアするとこの懐かしのスキンが使えるんですけど、このスキンでやっていきたいと思います。ではやっていきましょう。はい、難易度はノーマル。まあ、なんとメニューメタルギアソリッドのメニュー画面も再現されていると。またじゃだな。口が動いてない。おお、このはい、じゃあやっていきましょう。こんな感じです。このミッションでこのスキンを使うと違うところは、まずこのスキンにすることで、まあ、雪が降りますね。雪が降るのと、そして敵キャラクターが普通の PMC じゃなくて、こんな風にホワイトなんとかでしたね。なんかこの前公式で言ってたんですけど、まあ、仕様が違うと。変わってないのは地形のグラフィックとかだけです。はいはいはい、ではやっていきましょう。はい、このミッションの内容はですね、メタルギアソリッド1を、遊んだ方ならわかると思いますけど、じゃないはい、このミッションの内容はですね、メタルギアソリッド、まあ、敵の前でこうやって確認するんですけど、このね、メタルギアソリッドの1のあの名シーンとかがありましたよね。まあ、あれをどんどんこの世界で再現していくというミッションになりますね。はい、来た、よいしょ。はい、じゃあまずはどれから再現していきましょうか。まあ、僕メタルギアソリッドはねやったことないんですけど、まあ大体わかりますよね。そんなコアじゃないのであれば多分わかると思います。はいはいはい、小島プロダクションですね。はい、音で気づかないんですかね。普通気づくと思うんだけどな。まあ一応使いませんが、今回は、武器を使わずね、ノーキルノーアラートも目指していきたいなと思いますけど。まだタバコ吸ってるよ。はいはいはい、こっち見てるな、もうガン見だなおい。よしよしよし、やばい、やむを得ないですねこれ。やばい、もういいでしょう。もうあれです、邪魔なやつを排除していきます。こっちはね確か敵がいないと思うんで。はい、じゃあどんどんやっていきたいと思いますけど、ほい、うわー、はい、まあこんなシーンがあったと僕は知りませんけどはい、
あべ、くしゃみが出そう。あ、くしゃみです。シーンを再現しないといけないとこがあるんですけど、あのスポットライト当てられてるので、まあ、再現できないんで、まあ後で後回しで。はい、まあ、こんなシーンがあったと。いるね。あの人はなんで気づかないんだろうね。絶対気づくと思うんだけど。はいはいはい。こっちからこの上のやつを。マジで。やばい。ちょっと怖いですね。敵がどこから来るかな。この電源をオフにしたら、敵が確認するしに来るので、真っ先に逃げたいと思います。はい。やばい。まあ。よし、即に逃げましょう。ちょっと感想は後で。バレずにね。チャンス、おら。まあここまでね、麻酔銃が欲しくなるミッションってなかなかないですよね。こんなところに、まあ重要だもんな、麻酔銃って。まあこのシリーズでいうと、まあ絶対外せない武器ですよね。おっと、敵がいますね。はい。起きた起きた、やばい。よし、寝ておけ寝ておけ、お前は寝ておけ。いますね。よし。あれ。なんかシュールだな。やっていきましょう。じゃあ次の。よし、ヘッドショット。来るか？マジか。いるね。もういいかな。でも足音が近いな。来た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 。これどうするんだろう。真っ白だぞ。よしよしよし。ここに監視カメラがあるので、このシーンも再現したいと思います。はいはいはい。よしよしよし。はいはい。てん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 。これも僕知らないですね。まあほとんどやったことないんで分かんないですけど、まあそこにいる二人も一応眠らせておきましょうか。まあ、これはバレずに取りに行かなきゃダメです。
シャフ、チャフグレネード。懐かしすぎる。あとは、あと一つね。これで、橋の下を通るという、あれっすね。やったわ。やったわ。まあ、橋の下を通るだけで OK です。ゴールは通気口だったかな。そんなゴール行きましょう。なんでここがゴールなのかわかんないですけど、どうやって脱出するんだろうね。はいはいはい。マスター、何を言ってる。まあ当然の結果ですね。はい、じゃあ終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。